岩田君、ありがとう。なんとお礼を言っていいかわからない。山沢君、最初から僕たちに興味を持ち理解しようとしてくれたのは君だけだった。今日のことだって昨夜君が言ったように、もっと神経を太く持ってれば、あんな騒ぎにはならなかったんだ。でも僕の施策で仲間はもうこの世界にいられない。だけど君のことは決して忘れないよ。待ってくれよ。君たちは一体これからどうしようってんだ。この世界にいられないって一体どこへ行くつもりですか。岩田さん、どうしました。中へ入ってもいいですか。警察の方ですね。ええ、どうぞ入れてあげてください。岩田、今夜9時だ。屋上へ来てくれ。え、その時僕たちのこと何もかも話すよ。山沢のりおがこの世界からいなくなる、このニュースを僕は誰よりも香川みどりや大谷先生みんなに知らせたかった。それはあいつが今ではもう僕たちの親しいクラスメートになっていたからだ。岩田、どうしたんだ。先生、大谷先生はどこですか。授業ですか。いや、警察だよ。警察。うん、お前のクラスの転校生、山沢のりおか。彼が何か事件を起こしたとかでさっき呼ばれてった。おい、岩田だぞ。おい、岩田君、岩田君、ちょっと待てよ、今話すから。ねえ、早く話してよ。おい、先生、後で話す。裏の早く来てよ。起立。ねえ、着席。出席は山沢君だけです。そうか。それじゃあ本開いて、24ページ開い読んで。はい。 Ben and his father talk with grandmother in her house. Alice is working in the kitchen. She's a good girl. Yes, she is. She's a good cook too. By the way, mother, your car isn't clean. I'll wash it for you. Oh, thank you, Ben. Your car will soon be clean.Please wait here in this room. All right, Ben. I won't need my car this afternoon. Take your time. Otani 先生、それは本当ですか。はい。警察では山沢君の事件は別に怪我をしたわけでもないし、それより他人の家に勝手に忍び込んだカメラマンが悪いということらしいんです。でもピストルのような何か恐ろしい武器を使ったとかで調べてるらしいんです。それでその恐ろしい武器を持ってたんですか。いいえ、うち中を探してもないとかで。ほう。校長先生、これは内密にしてくれと言われたんですが。何ですかそれ。実は山沢のりおの仲間たちと思われる例の転校生なんですが、都内の各学校から次々と姿を消してるというんです。姿を消す。それいつのことですか。今日です。今日。山沢のりおの事件が広まってから新聞社やテレビ局が押しかけてきた頃から、都内の学校から次々と生徒が
聞いたんですか？警察ではそう言ってます。よし、あ、行ってみましょう。いや、我が子にも山沢のりおんの仲間たちは何人かいたはずですから。はい。それからですが、他の生徒が動揺するといけません。そっと調べましょう。僕はできることなら香川みどりにショックを与えたくなかった。だけど今はそんなことを言ってる場合ではない。それで一番ショックの少なそうな手紙を書くことにしたんだ。そこの二人、岩田、今香川に何を渡したんだね。手紙です。うん、確かに手紙だね。見てもいいかい？先生、それはプライバシーの侵害だというのかね。岩田、君はさっきも授業中にうろうろしてたな。もうすぐ3年だというのにそんなことでどうするんだ一体。それじゃあ君が読んでみたまえ。これは罰なんだ。みんなに聞こえるように大きな声で読んでみたまえ。香川君、気を落ち着けて読んでくれ。僕がこれから話すことは君にはとても信じられないかもしれない。でもこれは事実なんだ。本当のことなんだ。僕は今までこのことを両親と大谷先生しか話していない。だけど今は君にもクラスのみんなにも言わなくてはならないと思う。香川君、山沢のりおは僕たちの世界の人間ではない。別の世界から来た人間なんだ。静かに、静かにして。続けなさい。山沢のりおが今までいろいろと謎めいたことをやったのは君だってよく知っているだろう。勉強に、スポーツに、僕たちは全く歯が立たなかった。山沢のりお一人だけじゃない。この学校に転校してきた何人かの仲間たちも実に優秀だった。香川君、僕は昨夜初めて山沢の家へ行って彼のお父さんや仲間たちに会ったんだ。彼らは確かに核戦争の被害者だった。あいつがこの教室で核戦争の恐怖を叫んだ通り、あいつはおふくろと兄と妹をその戦争で失っていたんだ。ところが山沢のりおは今日ちょっとまずいことをやったんだ。不法侵入したカメラマンをレーザーで脅かしたんだが、そのことで大騒ぎになってしまったんだ。山沢君のお父さんは責任を感じてもうこの世界にはいられないって言ってるんだ。だけど一体どこへ行く気なのか、それは僕にもわからないんだ。とにかくこのことを真っ先に君に知らせたかったんだ。じゃあ詳しいことはまた後で。ありがとう岩田君、よく分かったわ山沢君のこと。そうだったのね。
中村先生。大谷先生。大変です。山沢が、あいつ別の世界から来た人間なんです。そうなんです、宇宙人なんです。バカね、宇宙人とは違うよ。じゃあ何だって言うんだよ。とにかく民兵団には違いないだろ。岩田君、やっぱりそうだったのね。先生も今では信じてるわ。いや、驚きました。あの山沢がね、まだ夢を見てるようで。実はもっと大変なことがあるんです。何ですか？新聞に出ていた東京中の天才少年たちが今日次々と姿を消したっていうニュースが入ったんですが、この学校の10人の転校生たちももしやと思って今校長先生と調べてみたんです。それで？姿を消してるんです、みんな。先生、本当ですか？いつの間にかみんな見えなくなって、担任の先生方もびっくりなさってるのよ。岩田君、山沢君はどうしてるの？仲間の転校生たちがいなくなったのも山沢君の事件と何か関係があるんじゃないかと思うんだけど。僕は今夜9時に山沢君と会う約束をしてるんです。本当？それ。うん、その時あいつ何もかも話すって言うんだ、今までの謎の全てを。先生たちはこれから緊急職員会議を開きます。皆さんは6時間目は自習してください。このことについて決して騒がないように、いいですね？さあどうぞ。山沢さん、山沢さん。警察のもんですが、ちょっとお聞きしたいことがあるんですが。何かあったんですか？あ、山沢さん、あれからどこへも出かけてませんね。ええ、おかしいな、いらっしゃると思うんですがね。奥さん、すいませんが、立ち会っていただけますか？はあ、来ます、滝。はい。山沢さん、山沢さん。そうよね。いや、不思議だ。一体どこへ消えたんだろう。岩田君。今夜9時だったわね、山沢君に会う約束。うん。どこで会うの？僕の団地の屋上だよ。そう、本当にどこか行ってしまうのかしら。からさあ、それは今夜会えば分かるよ。そうね。あ、岩田君。先生。香川さんも一緒、ちょうどよかったわ。今ね、岩田君のお母さんから電話があってね。え？山沢君が、山沢君一家が団地から姿を消してしまったんだって。まさか。そんなはずはありません。山沢は約束を破るようなやつではないと思います。今夜のことね。岩田君、先生も今夜山沢君に会うわ。ともかくこのことは誰にも喋らないようにしてちょうだい。彼が別の世界から来た人間だなんて分かったら、またマスコミが大騒ぎすると思うの。分かりました。先生、お願いです。私も山沢君に会わせてください。
もう一度どうしても山沢君に会いたいんです。先生、僕からもお願いします。会わせてあげてください。いいでしょう、今夜。先生。香川さん、あなたの気持ちはよくわかるわ。山沢君もきっと喜ぶでしょう。でも先生はもう会わない方がいいと思うの。山沢君が別の世界の人間だから、どこか行ってしまう人間だから会わない方がいい。確かにそれもあるわ。でもね、先生が心配なのはあなたはまだ中学生だってことよ。彼のことがあなたの心に深い傷になったら。先生、私香川君。先生、香川君は会わせてやってくれませんか。先生はいつか中学時代にこそ友情の大切さ、人間同士の信頼っていうものを学んでほしいって言いましたね。山沢君は今自分の失策から絶望してるんです。それを慰め励ましてやれるのは僕と香川君しかいないと思うんです。もう一度考えてみてください。先生、お願いします。お、岩さん、待ってたんですよ。どういうことなんですよ。実はですね、この東京都内から山沢の亮君たち例の天才転校生が一斉に姿を消したい事実はご存知ですね。勇敢で呼びました。我々はですね、小市君と山沢君が自由だということを知りました。お父さん、小市君いろんなことしてるはずなんですよ。ぜひ記者会見させてください。お願いします。お願いします。いや、とにかく私家の中にいてください。小市ともよく相談して、それから皆さんにご返事しますから。いや、お願いしますよ。お願いしますよ。ただいま。お帰りなさい。やれやれ、もうひどい目だったぞ。あら、まだいるんですか、記者の人たち。ああ、参ったよ。どうする小市。ダメだよ、山沢君との約束9時なんだもん。ほら、困ったわね。ノリオ君に会うのが分かったらまた大騒ぎよ。どうしようか、お父さん。もしもし、岩田ですが。大谷先生。え、香川さんを連れてきたわ。あなたの言う通り。え、そう、彼女もとっても喜んでるわ。ただね、上で記者団が頑張って困っちゃって。そうでしょ、私たちも捕まったら大変よ。そうですね、僕も困ってるんですよ。お隣の鍵はどうなってる。一つ私が預かってます。管理人さんに頼まれて。でもよし、小池、ちょっと電話かけてくれ。あ、もしもし。あ、先生ですか。いつもどうも。はあ、早速ですがね、記者団の方は私が何とかしますから、先生は小市たちと一緒に屋上へ直行してくれませんか。ええ。さあ、山田さん一家のことは知ってる限りお話します。さあ、どうぞお入りください。あ、どうぞ。お願いします。はい、暗いですから気をつけてくださいよ。はい。先生、香川君。ありがとう、岩田君。いや、
だか怖いわ。そうね、君が悪いわね。岩田君。なんだよ。山沢君本当に来るのかしら、こんなところへ。来るさ、大丈夫。彼を信じてやれよ。そうね、信じましょう。山沢だ。